朝デスデーの試合終了後、3000人のファンが栗原選手と周東選手の登場を待っていると、お待たせしました、朝デスデー公式キャプテン栗原選手、そして副キャプテンの周東選手です。いや、もう見えてました、試合中から。ここすごい見えてました。そうなんですか。メガホンがもうすごいなと思って、はい、わー嬉しいね。これはじゃあ力になりましたか。なりましたね。はい、ありがとうございます。さあ、ここからはいきなりトークテーマ。まずは栗原選手の今のコンディションは。栗原選手もちょっと今疲れが溜まってるところですかね。いや、ごめんなさいね、僕たちほら数字だけ見るじゃないですか。数字ね、うん、これ良くないですよね。まあまあ、ずっとこう書いてあるから数字が、え、意識しちゃうんですよね。あ、数字ってちょっと確信歩きをしたホームランがありましたよね。はい、あれもちょっと反省したんでしょ。反省したっす。もうなんか顔がダメ。うわ、あいつカッコつけてるってなったでしょ。顔難しくないですか、一周回ってて。俺打たないからそんなに分かんない、分かんない。すいません、分かんない分かんない、それはすいません。さあ、トークテーマ続いては周東選手がダイソーで出場する時の準備について。近藤選手が出て、はい、柳田選手が出て、はい、ってなるとだんだん気持ちもそろそろ俺かなってなるんですか。そうですね、だんだん。そうなると周東さんはどんな準備をしだすんですか。準備できてるんで、もうもうずっと試合からね、はい、やってますけど、でも出番までちょっと時間があるじゃないですか。はい、うん、いや、特に何も。そのベンチ裏でちょっとこう、あ、まあストレッチして、ストレッチしたり、はい、だけです。結構なんか裏でなんか食べたりしてるっす。おいおい、結構裏で食べたりしようんですよって、はい、なんかそんなね、ずっとあれしてないです。何食べるんですか。ミスドのドーナツ。でも1個しか食べてないです今日。個数はいいです。一番多分食べてるです。あ、一番食べてる、はい、右京さん。いや、お腹空くんです。でも森福さんもその気持ちわかるでしょう。気持ちわかりますよ。はい、もうやっぱドーナツっていつもあるわけじゃないんで、あ、今日ドーナツあるやん、ちょっと食べようっていう感じ。そうです、そうです、そうです。ありがとうございます。続いてのテーマは栗原選手が一つ上の周東選手に何やら言いたいことがあるそうで。もうね、うるさいんですよ、ロッカーで。ずっと喋ったんですよ、一人で。いや、一人じゃないからね。一人、いや、こっちで話してて、こっちで話してて、いや、寝てるのに、ギーさん、何々ですか、あ、イヤホンしてるわとか一人で言うとんすよ。もうで、僕らも寝てるから、もううるさいな、この人と思って。なんかつまんないじゃないですか、黙ってても。ああ、はいはい、うん、だから気使ってこう、うん、話してるっていう。気使ってる。あれあれ、大丈夫大丈夫。そして最後、ファンからの質問タイムでは、ちびっこから可愛い質問が飛び出しました。50m 走をもっと速くしたいんですけど、どうしたらいいですか。いや、本当、え、ガチの真剣で。いや、ガチですよ、だって真剣に聞いてますから。マジ真剣です。マジマジ、マジで、やっぱ、遅い人ってやっぱ骨盤が結構寝ちゃう。ちょ、ガチすぎる。できたら分かりやすい。ガチすぎる。骨盤ってガチすぎる。まあまあ、後から説明してくれるんでしょうけど、まずは分かりやすく。骨盤立てて。骨盤立ててって、腸腰筋。腸腰筋とかしっかり、あの、分かりやすく上げられるように。あ、違った。骨盤腸腰筋って、ほら、県民のお母さんが、え、丸分かったんすか。すごい、うっそー。の子、はい、立ちました。追いかけっこしたことありました。追いかけっこ、追いかけっこしたことあります。
どっちが早いですか？絶対こっち絶対こっち。それ聞いちゃダメよ傷ついちゃうから。なかなか打ててないですけど、なんとか、頑張ります。応援よろしくお願いします。来週1週間、まあ、福岡離れますけど、帰ってきた時には、交流戦首位で、パリーグもリーグ戦の方も首位で戻ってこれるように頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。ということで栗原選手、周東選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手。あの後ろ姿心配ないですか？心配ないさで大丈夫です、はい